暑い日のビーチに勝るものなんてありますか？水、太陽、女の子、特に嵐の後の砂浜ほど暑い場所はありません。意外なものを見つける絶好の機会です。例えば車、そしてこちらのお宝の価値なんと60万ドル、10億ドルの価値がある石油プラットフォームなんてのはどうですか？海辺で見つかったおかしなものはこれだけではありません。岸に打ち上げられた驚愕の品々15選のその前にチャンネル登録と通知設定をお忘れなく。これであなたも次の海水浴で何か見つけるかもしれません。幽霊船を見たことがありますか？この80メートルある船はアイルランドの漁村バリーコットンの住民が海岸で見つけました。沿岸で岩にぶつかって停船した時、船に損傷はありませんでした。それ以上に驚きなのは、この船アルタは乗組員なしで18ヶ月間無傷のまま航海していたのです。2018年にギリシャを出港しバミューダに向かっていたこの船に起きた奇跡は100万分の1の確率とも言えます。船に不具合が見つかり、乗組員たちは電気が使えないまま海上で20日間過ごしたそうです。乗組員はその後船を捨て避難、無人のまま2年以上海をさまよい、アイルランドへこの船を運んだのは巨大台風デニスです。しかしこの船の持ち主や積み荷については未だ不明のままです。オランダ沿岸部に住む人たちは大当たりを引きました。オルマートの店丸ごとが海岸に到着。流れ着いたのはプラズマテレビ、ブランド物の服、 IKEA の家具や何百ものマイリトルポニーの人形など。実はこれ世界最大のコンテナ船の一つ MSC ゾーエが悪天候の犠牲となり、かなりの数の積み荷を失ったのが原因です。貴重な商品を積んだ270個のコンテナが岸に打ち上げられました。ラッキーなことに法律により海岸で地元住民が見つけた品物は持ち帰ることができたのです。この全長4メートルある戦闘用潜水艦の魚雷は一瞬で船を撃沈する能力を備えています。流れ着いたのはリトアニアの海岸です。表面に残された文字からロシアの潜水艦の PMR-2 対潜水艦ミサイルであることが判明しました。花火マニアの皆さんのご期待に添えなくて申し訳ないのですが、これは訓練用の魚雷です。今回爆発はありません。次にご紹介する映像は車好きには酷かもしれません。このジープはハリケーンドリアンによりサウスカロライナ州マートルビーチで波に現れています。この噂は瞬く間に地元住民の間に広まり、実際に見ることもできます。ハッシュタグドリアンジープミームスで検索。ネット上でミームが拡散されている頃、車の所有者は何が起きているのか知りませんでした。実はこの車を借りたいとこが所有者に内緒で嵐の中ビーチに行きました。そして濡れた砂で動けなくなったグランドチェロキーを海岸に乗り捨てたのです。このジープの現在の姿はこちらです。メキシコの海岸で人魚が発見されました。ご覧ください、顔はまさに人間そのもの。しかし足の代わりに尾ひれがついています。実はこれパイレーツ・オブ・カリビアンの撮影中に紛失した人形で、2011年に海に流され、その3年後海岸に打ち上げられました。もしあなたがこれをビーチで見つけたらどうします？コメントお待ちしてます。オレゴンの浜に打ち上げられたクジラの撤去作業には度肝を抜かれます。1970年、海岸で見つかったマッコウクジラは全長14メートル、重さ8トンです。地元自治体は爆破以外に手はないと考えます。しかし、火薬がどれだけ必要か誰も知りません。
そこで 0.5 トンのダイナマイトを使いました。うまくいったかって？もちろん最悪。破片は400メートル四方に飛び散り、止めてあった車を直撃します。保険会社にはうまく説明してください。これが416頭のクジラならどうですか？それはやめましょう。クジラ416頭です。それはニュージーランドのゴールデンベイで見つかりました。市民が声を掛け合い、仕事や学校を休み、クジラを助ける活動が始まります。満ち潮の時には100頭ほどのクジラが沖へと戻りましたが、そのうち90頭はすぐに戻ってきました。ボランティアの人たちが手を取り合い、戻ってくるクジラをブロックする必要がありました。浅瀬で行き場を失ったクジラは仲間の助けなしに湾岸を抜け出すことができず、繰り返し岸を目指したことが原因でした。まるでホラー映画です。このモンスターが漂着したのはインドネシアのある島です。この海の生物は全長15メートル、幅 6.7 メートル、そして重さ35トンです。地元の人は当初転覆した船の残骸だと考えましたが、あらぬ噂が立ち始めます。その巨大な牙は象を思い起こさせます。そして頑丈な顎はまるで恐竜のようです。地元のテレビ局は触手のような物体から巨大イカの漂着と報道。ニュース番組は人々の好奇心をかきたてましたが、その後生物学者により形の認識ができないほどに腐敗したクジラだと結論付けました。クジラが吐き出した物体を海岸で見つけたとしましょう。あなたは無視しますか？残念、実はそれ1キロあたり3万7000ドルのお宝です。タイの海岸でゴミ拾いをしていたこの男性、スラシェットは16キロあるその塊を見つけます。その推定価値はなんと驚きの59万2000ドルでした。これはアンバーグリスと呼ばれ、クジラの腸で生成されます。貴重な資源であり、特に重宝されているのは香水です。香りを持続させる特徴があり、もし今香水をお使いならおめでとうございます。クジラの吐砂物を振りかけましたね。次にお目にかかるのは海岸に漂着した巨大な石油リグ。その価値10億ドル。ニュージーランドで発生した大型台風が17トンもの構造物をタグボートから引き剥がし海をさまよいます。トランスオーシャンウィナーと呼ばれる石油採掘装置はニュージーランドのダルモアビーチまでの数キロを漂流しました。ディーゼルが280トンも保管されていたため、岸に置いておくこともできず、地元自治体は住民の安全のため300メートルを立ち入り禁止区域としました。3ヶ月かけて巨大な船を使い、海岸からリグを取り除きました。金属としての価値だけを見積もっても2635万ドルの価値があったでしょう。この謎の生物はメキシコのプエルトバジャルタの海岸で観光客が見つけました。一見イルカのようですが、ヒレがなく長い尾ひれが目立ちます。何より目がありません。漁師たちは近くの海溝で暮らす生物だと推測しました。深さ1キロ以上の海溝に日の光は届かず、視力は何の役にも立ちません。そしてこちらは海の生き物ではありません。その頭蓋骨はまるで猿のようです。歯はなんと人間のようです。おそらく猿の島から逃げ出してきたのでしょう。発見されたサウスカロライナから64キロのところにあるその島は、地元の人によると政府が管理し、猿だけが住んでいるそうです。さらに奇妙な生き物がテキサスで発見されます。それは魚のように見えます。鋭い歯と目がないことを除けば蛇のようでもあります。ウナギの専門家ケネス・タイ博士はこれを海蛇の一種だと推測しました。
ラテン語でひどい蛇の意味を持つ名で呼ばれていることに納得です。イルカの結合ソーセージを見たことはありますか？ディキリの浜辺に打ち上げられたのは2つの頭を持つイルカ、一方は未発達の目が2つ、そしてもう一方には目が1つ、呼吸器は塞がっていました。このイルカの全長は1メートル未満で全身真っ白です。非常に稀な変異ではありますが、オランダの漁師は北海で同様のイルカを目撃していました。この砂浜を行き交う人々の足元に広がるのは琥珀です。重さによって1つ3ドルから700ドルの価値があるとされています。台風の後には特に大きなものが打ち上げられ、ジッポライターと同じくらいのものもありました。当然のことながら、ここロシアのメチニコフの皆さんは琥珀探しに余念がありません。これ見てください。これはノアの箱舟ではありません。この60メートルの橋家はフロリダのセントピートビーチに流れ着きました。嵐で錨が外れ、40トンの船は漂流したのです。一日海を漂った挙句、賑やかなビーチにたどり着きます。天候が回復してから撤去することとなり、再び漂流しないように一時的にブルドーザーとつながれました。この戦闘機は砂浜の地下2メートルの場所に78年間埋まっていました。ロッキード P38 ライトニングはウェールズ北部で沈没しました。その歴史に登場するのは3度だけで、1970年、2007年、そして2014年に引き潮の際に発見された時です。ヤジ馬による盗難を避けるため場所は公表されませんでした。アイルランドの海岸ではいろいろな発見があります。奇妙なメッセージが残された6メートルのボートなんてのはいかがですか？その持ち主が見つかったのは3年後、カナダ在住でした。大海エネルギーの愛好家としてソーラーパネルを設置し、ニューファンドランドから北極圏への航海を計画しましたが、実現することはなく、学生に住居として寄付しました。それが壁に書かれたメッセージです。しかし3120キロ漂流し、ドラムビーチに流れ着くとは思ってもいませんでした。そして最後は 3×2 メートルのロケットの鉄の破片が見つかったサウスカロライナの海岸です。沿岸警備隊は空軍と NASA に問い合わせますが、解決に至りません。そこでネット上に写真を公開。すぐにスペース X から連絡を受け、ロケットの破片だと確認されました。おそらくその海岸で発見されたのはファルコン9でしょう。この貴重な発見をどうしますか？との質問にイーロン・マスクらしい返答がありました。取り去るか、我々の到着を待て。今日はここまでです。明日はビーチで何か見つかるでしょうか？チャンネル登録と高評価をして新しい発見を見逃さないように。では次のビデオでお会いしましょう。